れ様でした。お疲れ様でした。よかったですね。よかったです。ではレース振り返っていきましょう。はい、ここは4コースからです。皆さんいいスタートなんですけれどもね、はい、ダッシュ勢は0台、はい、全速で行けたんです。全速で行きました。一回様子見たんですけど、うん、はい、行けると思って行きました。うん、消えるまで1が消えるまで、で消えたと思ってもう一回舵入れたら、うん、グッて向いて、うん、でそこからは握っていけました。はい、乗りやすくなってました。前半の1レースは、乗りやすさはあるんですけど全然進んでなくて、うん、はいはい、掴んでなくて直線が弱くて、うん、でそれをあのペラ調整したら、うん、だいぶ変わりました。そうですね、はい、プロペラってすごいですね。全然別物になりました。そしてその船足っていうのはもう良くなってるんです、はい、船足も良くなりました。あの押してくれる感じ、私多分1枚かやって回ったとしても追いつかれてたと思うんですよ、5に、はいはい、あの1レースの形だったら、うんうん、全然あ大丈夫だと思ってバックストレッチちょっとあの安心しました。はい、深川選手ね、はい、刺してきましたもんね、はい、伸びてくると思ったんですけど、うんうんうん、いつもだったら伸びられると思ったんですけどそれが変わらなかったので落ち着けました。はい、はい、2枠をねしっかり回れてよかったですよね。はい、はい、水面も穏やかで、穏やかでした、ね、はい、はい、今日最高でした。はい、あ配当も最高でしたよ。いくらつきました？39,000円。おお、満州ですね。私買ってくれた人いいお小遣いになりますね。そうですね、はい。はい、あごめんなさい、23,000円。いやそれでも大きい大きい満州なんで、はい、はい、じゃあ明日からもねまた高配当で、はい、じゃんじゃん出してくださいね、はい、いやファンの皆さん一言お願いします。はい、これからこの後も明日からも頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、6レース1着小金井選手でした。ありがとうございました。